激闘ルートビヒで70万ダメージを超えたパーティーと戦略を晒す。白バラ姫、スノーローズ回復役。3ターン目にディレイ攻撃のスノーローズを使いデマイズをしのぐ。アポロダメージ役。防御強化のアビリティで生存力が高い。タケラとの代用も可能。正月ゴールデンバーグ3ターン目に大神楽を使いパーティをデマイズから守る。新牛ネイダメージ役。トリニティブラスターをミルザを含めたオーバードライブ連携で使う。カウンター攻撃も行う。正月ミルザ銀属性を含むダメージを無効化できる。レフティフォークをリュウネイを含めた連携で使う。リュウネイとミルザの連携で20万ダメージ以上。以上の戦略がうまくいけば70万ダメージ超えました。本当